小十子です。グランドプリンス広島のいちごビュッフェに来ております。こちらめっちゃ取ってきました。もういろんな種類があって、もうデザートがとにかくかわいい、まあ、食べます。はい、外のねロケーションもいいんですけど、それではいただきます。おいしい。爽やかないちごの甘さとクリームの程よい甘さがベストマッチです。いや幸せ。もういろんな種類があるんですよ。楽しい。おうん、甘酸っぱい。マンゴーのわらび餅、うん、マンゴーやね。なんぼでも食べれるやつです。
これね、タピオカなんだよ。タピオカ。めっちゃ爽やかな甘み。なんぼでも飲めるやつ。これね、この下の生地もね、いちご味です。しかもね、もちもちしてるタルト生地。へえ。ほぼ丸ごと持ってきてしまいました。はい、デザートだけではなくてですね、いちごにちなんだ、はい、こちらもあります。オリジナリティあふれるメニューです。いちごマンゴーソースだって。うまいやん。柔らかい。フルーティーでめちゃくちゃマイルドな味わいになってます。うまっ。サーモンのいちご風味だって。うん、いちご風味、本当に美味しい。サーモンの旨味がそのままで、いちごのフルーティーがすごくまろやかです。唐揚げもあります。うん。カリカリジューシーです。うん。
い、デザートで締めくくりたいと思います。デザートで始まってデザートで終わる。ごちそうさまでした。最高のロケーションの中で最高に美味しいビュッフェでした。はい、今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。庄重子でした。